昨年はロス、パリと3週間にわたって日本を離れ、アルバムのレコーディングとオリジナルビデオという大きなお土産を持って帰ってきた中山美穂さん。帰国したその足で美穂さんのイメージで作られたお母さんのお店オーブジャポンの開店に駆けつけるなど、とにかく大忙しでした。それでは歌手として女優として今一番眩しい美穂さんからのメッセージです。中山美穂です。今年もどうぞよろしくお願いいたします。去年1年振り返るとドラマとあとレコードを出したりコンサートやったりいろんなことをたくさんやってきたんですけども、今年も、去年の調子で頑張っていきたいと思いますので、またドラマもそのうち始まります。ぜひ見てください。それでは今年もよろしくお願いします。ニューシングルも大ヒット中、今年も日本中にミポリン旋風が吹き荒れちゃいますよ。